に勝利を刻みなさい。艦隊コレクションよりラバーキーホルダーボリューム2でございます。昇格さん、私正規空母で持ってない唯一の昇格さんですよ。稲妻タソがいるんですよ。今回ぜひとも稲妻タソが欲しい。ラインナップこんな感じ。空母や雷順や軽順や重順、いろんなものが入ってますね。こっちはこんな感じ。いやー、稲妻タソどうしても欲しい。シークレットなんだろう。空母母級とかだったら嫌だな。衝突とか気をつけますね。おっと、春菜さん、春菜さん、戦艦来たね。やっべ、超可愛い、この春菜。目がさ、ちょっと大沖さんのさ、これ大沖さんのチルドなんだけど、ほら、大沖さんの絵みたいな感じで、すごい可愛い。しかも、今回のラバスト、ここの付け根の部分に、船のね、怒りがついてます。怒りくんじゃないです。怒りです。怒り。怒りくんじゃないです。怒りの方ですね。まぁ、あ、ちょっと、怒りソースの方ですよ。まぁ、あ、まあ、ややこしいですけどね。ここについてます。可愛い。このワンポイントいいよね。しかも、ここがラバストっていうよりキーホルダーだから、まぁ、あ、バッグとかに、春菜さん付けやすい感じですね。ちょっと、アホの子って感じの春菜さんですね。戦艦は頼もしいですよ。じゃあね、春菜さんもね、ストラップかけるよくんにかけてみましょう。はい、やってまいりました。ストラップかけるよくんでございます。今回ね、春菜結構大きいね。大きい。ラバストの中でも結構なサイズ感がありますね。カンコレ系はね、メタルチャームをやってたんですが、駆逐艦吹雪とね、軽巡洋艦仙台、これを持ってて、ついに、戦艦のお出ましですよ。春菜行きます。そんなセリフあったかな、わかんないけど。はい、そんなわけで、艦隊コレクション、ラバーストラップコレクション、ボリューム2より、戦艦春菜が出ましたという動画でした。バイバイ。